はい、どうも山町です。聞けたよ。はい、ということで岡山県といえば鬼ですね。はい、鬼ヶ島ということで、うん、今回岡山県総社市にある木野城に来ております。ということでちょっと早速行ってみましょう。はい、行きましょう。木野城とは桃太郎伝説の元となった自立彦伝説の山という鬼がいたとされる地です。リアクション取れねあれが木野城みたいですね、うん、うん、あれが木野城みたいなんだけど鬼がいるのか、さてとりあえず行ってみようか。夜来たら絶対怖いよな。こここれ撮る必要ね。意味わかりません。メインメイン。はい、ということでこちらが木野城になっております、かつて鬼が住んでいたと言われる桃太郎伝説のお城ということです。俺使うとこだ。まずもう行ってみよう。もう、うん、もう行ってみようかな。一体中はどうなってるのか。展望台？何あれ？これ展望台なんじゃねえか。第二展望台って書いてあるよ。え？いや、ほんまに。第一は？南回り1200。先に第二？うん、第二。第一は？第一多分あれだろ、あれあれ。わかる、見えるあれ。あれ第一か。うん、あれ。景色めっちゃ綺麗よな、でも。うん、景色やな。瀬戸内海が一望できますね。美しい自然。大切な自然を長く子孫に伝えよう。自然保護を検証から総社市行きましょう。カクロワド、うん、日本古代三条では防御ゾーンを形成していますだって。大変なこれ省略しすぎだろ。ちょっと内容読もうや。これ美味しいチーズ。綺麗だな、景色が。綺麗な。高いがあった。どうしようかな。来たかなんかっていうが由来があったんですよ。あったから伝説として残っているだけ。ああ。それまた事実聞かれたらそれはわからない。あ、それも伝説ってことですか。伝説。ああ。ただここでそのそういうその桃太郎の鬼退治。はいはいはい。あれの元になったのはここだって言った。ああ。で鬼が住んだって桃太郎がこっち来たのが、鬼は実際には住んでなかったんだと思います。はいはいはい。ただその鬼というふうに言われた人がおったという。だから悪いことして朝廷の方に貢ぎ物をこう振ってたのを略奪したりとか、女の人をこうしてきたとか、それであそこは怖い鬼が住んでるという、鬼が住んでるところで日野城という名がついたと言われている。あ、実際その鬼が どこにおったっていうのは全国でもないけど、はい、一応ここが由来伝説になってるってことなってる。ただ時代がね微妙に違ったりするんです。ただそれだけどそういうふうな形でどうですかね、ロマンをかきたてるような、ね、そういうふうな伝説になる。誰の指図も無視して我が道行く。育ちがクソでもよく見てみろ。 I'm here。 君のしけてる彼